はい、今回買ってきた中で、じゃあね、手巻きタバコの喫煙動画、始めていきます。今回買った中で、一番、俺が、ね、楽しみな、ナチュラルアメリカンスピリットのオーガニックブレンドです。モイストストーンがついてきました。まあ、いわゆる保湿剤じゃない、保湿剤のストーンバージョン。保湿ストーン。軽石みたいな感じかな。うん。ね、ちゃんと、アメスピのマークが、書いてあります。あ、こちらが1140円。今日買った中だとドラムと同じ値段。高い。ナチュラルアメリカンスピリット、手巻きタバコ 100% 無添加で保湿剤を加えていないため、一般的な手巻きタバコより加湿、乾燥しやすくなっております。開封後は密閉容器に入れ、保湿続きなどで湿度調整いただくとお勧めしますと。保存料も使用してないので、こまめにタバコ場をかき混ぜて湿潤レベルをご確認いただき、湿潤レベルが高くなりましたら、保湿器を取り除いてください。だそうです。湿潤レベルなんて、レベルを確認できるものは持っておりません、僕は。こんな、今の現実、湿度器とか、湿度器なんて持ってません。アメスピの、あ、これも結構いい、あれ、結構薄めですね。ペーパー、ついてきました。ここにいろいろ書いてありますよ。なぜナチュラルアメリカンスピリットが本物のタバコの味なのか。その理由は、タバコ葉しか使わずに、タバコ葉しか使わずタバコを作っているから。タバコ葉を加工しやすくするために少量の水を使いますが、保存料、保湿剤、風味付けなどのための添加物は一切使いません。味や風味を変える、加えるためタバコの添加物は数え切れないほどあります。しかし、ナチュラルアメリカンスピリットは、ありのままのタバコの味、タバコ本来のうまさを追求します。だからこそ、私たちは母なる大自然を尊重し、独自のクリーンな栽培方法を編み出したほか、オーガニック製品のためのオーガニック栽培にも積極的に投資しているのです。これ結局、オーガニックっていうのは結局あれ、有機栽培っていう意味ですから、有機栽培のものを使ってるんですよね。丁寧に収穫されたタバコ葉は、ホールリーフ、カッコ、丸ごと1枚の葉のすべてを使うわけでなく、厳選された上質な部分だけ使います。このような数々の条件をクリアして、ナチュラルアメリカンスピリットはタバコ葉だけでできていると言い切れるのです。これ裏にもね、しっかりこういう、なんか凝ってる。袋にちょっと若干凝ってるけど、やっぱりジップロックはついてない。いうことになっています。ああ、やっぱすっげえ乾燥してる。うわ。結構乾燥してるわ、これ。ほんとだ。若干乾燥してますね。確かに。まあいいや、これはまあ、知らん。知らん、そのまま吸っちゃえ。多分辛いぞ、これ。チェンみたいな感じだろうな。まあ、無添加だ。ああ、これあれだ。しかもこの、シャグが、刻み幅がすっげえでけえ。すっげえでけえっつうかわからんと思うけど、これはあれですね。以前昔吸ったトップと同じ、トップとまあ、多分、トップっていうタバコが、もう今、終売みたいですけど、あったんですが、あれと全く同じの刻み幅。ものすごい粗い。でかい。厚いというか、でかい。刻み幅になってますね。はあ、ブラウン。スモーキングブラウン。香りは？うん。酸っぱい。酸っぱい香り。バージニアかな。
でかいですね、この刻み幅ね。すげえ。でけえ。それじゃあ吸っていきまーす。これ乾燥してるから辛いぞ、これ。ん？いや、思った以上に辛くはない。うん。結構酸っぱいですね。うん。チェと、まあ、似てるじゃ似てると思うんだけど、チェよか明らかに酸味がある。説明、ネットで見ます。これはアメリカ産。有機栽培の葉タバコ 100% 使用。バージニア 90% プラスバーレー 10% の割合と。と書いてあります。40g で1160円。ドラムと同じ。だよね。ん？同じじゃなかった。ドラム 50g じゃん。ドラム 50g で1140円だから。あ、しかも若干違う。これ 40g で1160円ですからね。高い。高級。うん。まあ、チェとはまあ確かに似てる。だけど、チェよか辛くない。かな。上に、チェよか酸味が強く、香りも強い。で、重さが結構重いかな。あの、結構酸っぱいので、なんか鼻が、あの、酸味でこう、ツーンとしますね。うん。ナチュラルアメリカンスピリットのペリックブレンドもちょっと気になってはいますけど、まあオリジナルはだってバージニア 94% で残りオリエントだもんな。ほとんどバージニアじゃねえか。ペリックブレンドは、上質のバージニアとペリック括弧塩漬け発酵場を使用した甘みもありスパイシーなブレンドって書いてありますね。まあ、これの紙巻きタバコは吸ったことあります。かなり、あの、もう香りがものすごく酸っぱくて、あの、うわーっていう酸っぱさがあった。
もう本当に普通のタバコでは、紙膜タバコの味というか香りじゃねえ、これって。いうレベルだったのを覚えてます。うん。うん、でも美味しいですね。ちょっとこれは、まあ乾燥してるから若干辛めなんだと思いますけど。これやっぱ、加湿して吸えば。うん。うん。やっぱ明らかにチェヨがうまい気がする。ちなみに俺、加湿じゃね、湿度計持ってるんですけど、100均で買ったやつ。これすでに 70% 部屋も 70% なんですけど。やば。まあ、今日めちゃくちゃ雨降りましたからね。午前中から午後にかけて。もう道路冠水してましたもん、若干。うん。うん。やっぱ結構重いですね。ああ、結構重いわ、これ。うん。結構重い。味が。結構舌に残ってくる。うん。消えちゃった。これはちょっとチェと、はやっぱり軽さが全然違う。うん。チェの方が明らかに軽かったね。やっぱ重いタバコの方が個人的に俺好きですね。うん。まあ。まあ、そこら辺は好みの差があると思いますけど。これ四つ星。これは美味しいです。結構ドカッとくる味で。ナチュラル、無添加タバコって言ったらやっぱりこう、ドカッときた方が俺個人的に好きなんで。うん。これはね。まあ高いっすけどね。うん。それではご視聴ありがとうございました。